白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はデジタルシフトは成長につなげられるかというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、まあ、結論から言うと、まあ、もちろん成長につなげていくことができるということなんですよね。ただその業界とか、まあ、やっている、まあね、仕事に関してですね、まあ、だいぶこのデジタルシフトの、まあ、与える影響、まあ、要するにこう企業の成長に与える影響っていうのは、まあ、業界によって業種によってかなり変わってくるということも、ね、合わせて考えていきたいと思います。でまずデジタルシフトっていうのは、まあ、非常に大きな時代の流れだということですよね。で時代の流れっていうのは決して逆行することがないということです。要するに今までだったらまあ、リアルで、まあ、人がやっていたことがですね、まあ、インターネット上の仕組みシステムによって、まあね、行われていくようになるということですよね。まあ、なので、まあ、リアルからネットへ、そして、まあ、人によるサービスから、まあね、ネット上のシステムに、ですね、まあ、どんどんシステム化が進んでいくという流れですよね。まあ、これがデジタルシフトということになります。で、このデジタルシフトが、まあ、企業の成長につながるかっていうことなんですけれども、まあ、もちろんつながっていくということですよね。で、企業の成長っていうのは、まあ、投資家という視点から見ると、まあ、営業利益ですよね。まあ、その会社の利益の成長。だから、毎年毎年利益が増えていくという、その利益の成長に、まあ、デジタルシフトっていう時代の流れっていうのは貢献するかということで言えば、まあね、100% 貢献はするということです。ただ、その業種外とか業種によって、その影響っていうのはかなり違ってくるということですよね。でどういうことかっていうと、まあ、利益っていうのはどこまで行っても売上引く経費ですよね。で利益っていうのはどこまで行っても売上から、経費を引いたものが利益ということになります。ってことは利益を成長させるっていうことは売上を向上させるかもしくは経費を削減するか、まあ、この2つ、ですよね。基本的には、ね、売上を向上させるかもしくは経費を削減するかって言った時に、このデジタルシフトが売上向上に貢献する業界業種っていうのは結構限られているんですね。どういうことかっていうと、こうデジタルの、ね、商品っていうのを、まあね、開発してリリースすることができる、販売することができる企業に、まあ、限定されるということになります。例えば新しいね、そのパソコンとかで使うことができる、まあ、ソフトを、ね、開発しましたとか、もしくはインターネット上クラウドでずっと常時、ね、使い続けることができる、ね、そういう新しいシステムを開発しましたとか、もしくはスマートフォンで、ね、使うことができる新しいアプリを、ね、創造しましたとか、新しく、ね、リリースしましたとか、まあ、そういう何らかのその電子商品ですよね。デジタルの電子商品っていうものを、まあ、新しく作って、そしてそれを販売することができる、もしくは、まあ、今流行りの、まあ、サブスクっていう形で、まあ、月額課金で、ね、利用していただくっていう、ね、そのデジタルの新商品、デジタルの新サービス、まあ、デジタルのソフト、デジタルのシステム、デジタルのアプリというものを作って、で、それをお客様に、まあ、買っていただくか、ね、定期的に利用していただくっていうことをすることができる、企業であれば、だから電子商品の、まあ、製造業ですよね。電子商品を作って、そしてそれを売るという企業であれば、この、ね、デジタルシフトっていうのを売上の向上というものに、まあ、つなげていくことができるということですよね。ですけれども、逆の言い方をしたら、まあ、その商品っていうものを、まあ、作らない、いわゆるこう仲介業、みたいな、企業ですよね。まあ、例えば、不動産仲介業だとか、まあ、銀行だとか、まあ、銀行っていうのは預金者と貸し出、お金を借り、預けたい人と借りたい人を仲介するっていうのが基本的な銀行、のビジネスモデルになりますので、まあ、そういうね、こういわゆるこう中間業者、に関して言えば、まあ、何か取引をしてその中間手数料を受け取るっていうのを、まあね、なりわいにしている業界業種に関して言うと、まあ、
デジタルシフトっていうのを、ね、直接の売上向上っていうのに、まあ、つなげていくっていうのは、まあ、難しいというか、まあ、ほぼできないということですよね。じゃあ、ね、そういう、こう、中間業者の仕事に関して、このデジタルシフトっていうのを、まあ、利益の成長につなげていくとしたら、まあ、もう一つしか方法がないということになるわけですね。それは経費の削減です。経費の削減にネット、そして仕組み化、システム化っていうのを使っていくということですよね。今までだったら、すごく大きな、ね、家賃を払ってましたとか、今までだったら、たくさんの人を雇用した、ね、多額の人件費を、ね抱えてましたと。ところが、まあ、それをネット化していく、デジタルシフト、していくことによって、そんなに大きな家賃を支払う必要がなくなりましたとか、そんなにたくさんの人を雇用する必要がなくなりました。結果、ね経費が下がったんで利益が増えたっていう方向ですよね。でこちらの方がどちらかというとデジタルシフトの影響っていうのはまあ大きいということが言えると思います。こっちの経費削減にね使うことができるっていうことで言えばこれはもう全業種全企業全組織はねデジタルシフトによって経費削減っていうのはまあ物理的に可能ですよね。今まではリアルでやってました。今までは人がやってましたと。しかしそれをネット上でなおかつ仕組みシステムによって自動化していきますということであれば、これは全業界全業種で、まあ、実施することが可能ということになります。まあ、例えばね、三菱 UFJ 銀行みたいな、まあ、銀行という業界がですね、例えばデジタルシフトによって成長していくということを、まあ、例えばねトップがね新しい頭取が、例えば発表したということがありました。で、その時にね、パッとなんか成長って聞くと、すぐ頭で思い浮かべやすいのは、ね、売上の向上っていうのがなんか成長っていうイメージになりやすいんですけれども、そこはね、しっかりと、そのね、そもそもその業界ってどういうね、収益の得方、ビジネスモデルになってるんだろうということを判断するっていうことがすごく大事になってくるんですよね。まあ、銀行っていうのは、ね、基本的にはね、お金を預けたい人と借りたい人を仲介して、ね、その仲介手数料っていう形のまあ金利ですよね、っていうのをまあ受け取るというのがまあビジネスモデルになっているので、だから何かね電子商品っていうのをどんどん積極的に開発して販売してっていう、まあ、そういう業界、ではない、そういう業種ではないということですよね。まあ、考えられるのは金融商品を、新しい金融商品を作ってね、例えば、ね、新しい投資信託っていうね、今までとはまた違う新しい投資信託の、ね、商品ができましたっていう金融商品を作って、それを、まあ、顧客に販売するっていうことも、まあ、実質は、ね、できるんですけれども、ただそれはね、もうそのこのデジタルシフトっていう言葉が出る遥か前から行われていることですよね。まあ、要するに、まあね電子上の商品っていうのを、新しく作って、それを顧客に販売するっていうのは別に、近年このデジタルシフトっていう言葉が出てくる前からずっと前から、銀行とかでは行われていたことです。ね、まあ、銀行っていうのと、ね、このネットっていうのは非常に、ね、相性がいい、ね、親和性が高い、業種だったんですよね。まあ、要するにお金というね、電気信号をね、とにかく、やり取りする、ということですよね。まあ、実際ね、お金っていうのは現金、例えば紙幣とか硬貨もありますけども、まあ、世の中のほとんどのお金っていうのはいわゆる、まあ、預金通帳の数字ですよね。いわゆる電子データなわけです。だから元々銀行っていうのはその電子データを中心として、ね、その電子データの管理、っていうのをやってたということから、まあね、ネットっていうのに関してはすごく相性がいい業界だったわけですよね。金融業界とネット業界というのはもともと非常に相性がいい業界だったわけです。だからもうかなり早い段階から、ね、いわゆる金融商品というのは電子によって、まあね、作られていたので、これは別に新しい、ね、時代の流れでは全然ないということですよね。もうむしろ銀行の方はかなり早い段階からネットっていうのは進んでいたので、むしろ逆ですよね。例えばネット証券最大手の SBI に関しては、まあね、ネット証券としては、ね、最大手なわけですけれども、まあ、ネットだけでは限界があるということで、今度は地方銀行と連携して、ね、どっちかっていったら、ネットの、ね、流通網から今度はリアルの流通網を広げていくっていうような、まあ、流れになっていたりしますよね。だから
デジタルシフトっていうのはですね、一番大きなインパクトがあるのは、ね、結局全業種全業界において、ね、今まで人がやっていたこと、っていうのをネット上の仕組みシステムによって、進めていくことによって経費削減が、どんどん進んでいく、それによって、まあ、企業の、利益が、増えていくっていうのが大きな流れだということですよね。まあ、そうした時に、まあ、デジタルシフトっていう言葉が、ね、どんどんこれから出てきた中で、まあ、実際にそれってねどういう影響があるんだろうと、ね、例えばねうちの会社にはどういうふうに活用できるんだろうとか、もしくは自分が興味関心があるね、例えば株式投資の興味関心がある対象としての企業にとってこのデジタルシフトっていうのはどういう業績の変化に影響があるんだろうというのをまあ見ていった時にですね、基本的にはまず大前提としては企業の成長っていうのは利益の成長っていうのが大前提ですと、ね、だから企業が成長しますっていうのは利益が増えていきますっていうのと基本的には同じなんですね。まあ、少なくても株式市場とか投資家の見解としてはそういう見解になります。じゃあどうやってその企業が成長していくのか、言い方を変えたらどうやって利益を増やしていこうとしているのかって言った時に、その業界がね、いわゆるネット企業ですよ ね、そのなんかサイトとかプラットフォームとかね、もしくはソフトとかね、クラウド上のシステムとか、もしくはスマートフォンのアプリとか、そういうね直接のなんかね IT 関係ネット関係の商品を新しく作って、それを新しいサービスとしてリリースするというのであれば、デジタルシフトが直接売上向上に貢献するということがまあわかるわけですね。で、そうではないと。いや、この企業って別に新しいね、ソフトを作ってるわけでも、アプリを作ってるわけでも、クラウド上のシステムを開発してるわけでもないと。ね、まあ、例えば不動産仲介業だったり、銀行だったり、いわゆるこう仲介の、お仕事をやってるということで言えば、デジタルシフトっていうのは基本的には経費削減における、まあ、利益の確保、そして利益の成長を目指しているんだということですよね。で、今からの日本、そして今からの世界において大きな影響があるのはむしろこの後者の方だということですよね。経費削減の方での影響っていうのが非常に大きくなっていくということです。はい、ということで、まあ、今回の、要点なんですけれども、まあ、デジタルシフトはね、成長に貢献はすると、ただその貢献の仕方っていうのは2つあって、売上向上で貢献する場合もあれば、経費削減の方で貢献する場合もあり、全ての、ね、業種業界に関係がしている、関係しているのは経費削減による、成長であるというのが今回の要点ということになります。以上です。最後まで動画をご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。